こんにちは、兄です。今日はこちらになります。じゃじゃーんと帰ってきたウルトラマンお楽しみデパート怪獣バッジコンプリートセットでございます。でこの商品はですね、2年ぐらい前にプレミアムバンダイで販売されたもので、お値段がですね2万円の後半に送料だったと思います。3万円はいかなかったかな。で当時ですねすごい気になっていて欲しかったんですけども、やっぱりねお値段がお値段なので、まあ泣く泣くねスルーしたんですよね。ただまあずっと気にはなっていて、ちょうど1年ぐらい前かな、中古屋さんで見つけてね購入した次第でございます。でその時のお値段はねちょっと覚えてないんですけども、でもねすごい迷った記憶があって、だからまあそこそこはしたんだったと思うんだよね。確かバッジがこれ60個ぐらい入ってるんですけども、1個いくらで考えたら安いもんだみたいな、そんな思考回路で自分を騙して買ったっていうか、まあ騙してるわけじゃないんだけど、自分を納得させてね買ったみたいな、そんな記憶がございます。まあ高いものをねその販売したりする時の常套手段ですよね。その1日いくらとかね1個いくらでその感覚をね麻痺させるっていうか、まあちょっと安、そんなに高いもんじゃないんだっていうふうに思うみたいなね、そんな感じでございます。で当時ですねそのお買い物動画を作っていて、このねバッジのセットを買いましたって言ってね、その動画で紹介していて、でその時にねそのまあこの動画作りますって言ってると思うんですよね。で当時ねそのバッジのこの動画を楽しみにされた方ね、本当に申し訳ないです。すぐにやらなきゃいけないところをもう引っ張りに引っ張って1年ぐらい経っちゃったみたいな、そんな感じで、コレクターズアイテムなので、どうしてもねその、開けて中を見たら満足しちゃってそのまましまっちゃうんですよね。それで僕もね買ってきて、なんかバッと見てはいいねと思って、しまった後そのままねどんどんこう忘れ去られていったっていうか、なんかこうおもちゃの山の中にこうどんどん埋まっていってしまったみたいなね、そんな感じでございます。本当に当時ね楽しみに待ってた方すいません。で、今日ねやらせていただこうと思ってるんですけども、パッケージっていうかこれね輸送箱なんですけども、輸送箱からねこういった感じなこうレトロな印刷が入っていてすごくいい感じでございます。ただ輸送箱なんでねこういった、佐川の伝票がね貼られたりとかしちゃうので、ちょっと後ろから見ちゃうと残念なんですけども、でもね雰囲気作りとしてはすごくいいですよね。で怪獣バッジについては、もう僕も詳しくはわからないっていうか、世代的にはきっと40代後半から50代前半ぐらいかな、ちょうど帰ってきたウルトラマンで言ったら昭和40年代後半をそのね小学生とか幼稚園とかで過ごしてる方がものすごく懐かしい感じだと思うんですけども、僕はね生まれてない時代なので、バッジはねすごい僕が子供の時も流行ってたっていうか、普通にこういっぱいあって、そのキャラクターバッジであったりとかスーパーカーのバッジとかねいっぱいあったので、いつからかあんまり見なくなっちゃったっていうか、いつぐらいだろう、大学生ぐらいの時にはもうあんまりこういうタイプのバッジを見なくなったっていうか、缶バッジみたいなのが多くなってきた気がしますね。今ももうあんまりこうなんていうのかな、そのなんて言ったらいいんだろう、鉄の塊みたいなバッジってないよね。缶バッジが、缶バッジも鉄の塊かもしれないけど、あんまりその形がねそのいろんな形してるとかっていうのは見なくなりましたよね。思い出話みたいなのが長くなるとあれなんで、ちょっとそれは後半にしましょうか。いろいろ振り返るのは後半にして、早速ねこれ中身見ていきましょう。まずですね、開けますと、よいしょ、こんな感じなね紙が入っております。でこれはですね取扱説明書っていうことらしいんですけども、バッジなどでね大した取扱いの説明もなくてですね、本当にこうなんか当時のねいろんな本のそのお楽しみデパートってのはこんなでしたよみたいなのが載っていて、で開くと、よいしょ、こんな感じでね、ここに取扱説明書って書いてあるんですけども、当時の
あの当時の雰囲気を出して新しく作ったのかな、まあ、怪獣バチコンプリートセットで復刻が40体で保管が25体ということで、まあ、当時販売されたものが40体ね、そのまま復刻してで、保管して25体新規で作りましたみたいなね、そんな感じでございますね。ちょっとアップでね見ていきましょう。怪獣の大好きなお友達へ大サービス、小2お楽しみデパート。小学館のきっとね、小学1年生とか小学2年生はもうこの時からあったんでしょうね。もう今はなくなっちゃったのかな。なんかこの間小学生のそのシリーズが終わっちゃうみたいなニュースを見たような記憶があります。で、まあグドン、ウルトラマン、サドラ、ツインテール、キングザル3世ね、これが、1の組ということで、帰ってきたウルトラマンの価値全部で100円に送料別ということですね。だからまあ、雑誌を購入したらそのね、こういったバッジセットが買える権利がゲットできて、まあ、今でもありますよね、コロコロコミックでベイブレード買えるよとか、そういうのと同じ系列ですね。でこんな感じでね、ウルトラマンとシュガロン、この、まあ、2人が戦っているシーンのバッジとかね、いいですね。マットバックルかっこいい。で、こっち側がよいしょ、楽しみデパート。まあこんな感じで、月1ぐらいでねバッジセットが販売されてたんでしょうね。はい、こっち側も、あ、これがお申し込み用紙、こういうのに何人分って書いて、でここにあれなんですね、電話番号とか書いて申し込み用紙を切り抜いて書き込みで、代金の分を切手で、あ、切手をこの中に入れるのかな、封筒に入れて送るんじゃないかな、それで20円切手を貼った返信用の封筒を一緒に入れて送ってください。 と、締め切りが昭和47年6月2日でございます。なるほど、僕は生まれてないですね、昭和47年か。うん、まあ100円で5個セットって、まあ今の値段で換算するとどうなんだろう、1000円なのかな、だいたいそれぐらいで考えるとちょうどいい気がするんですよね。1個200円で5個でね1000円、うん、1個200円でバッチ買えるんだったら全然ありですよね。今でもやってほしいです。で、こっち側ねミラーマンがいるミラーマンがなんかこのバッチのね、このセットみたいな手に持っていて、小学1年生でもやっていたと。これあれだね、いろんな雑誌に全部あれなのかな、その学年別で何かまた違ったりするのかな、そういう感じになってたらさらにこうコレクションする人はね、いろんな雑誌買わなきゃいけなかったね。でこっち側もね、楽しみデパートね、はい、いいですね。いや、当時の雑誌とかもね読んでみたいですね、はい。で、5つで100円、今度もすごいぞと感じでございます。申し込み方法詳細、あ、このこういうカラーリングね、今はあまり見ないけど当時よく見た気がします。うん、いやいいですね。で、こちらのリストの方ね、まあリスト見ちゃうと正直もう全部終わっちゃうんだけども、はい、こんな感じで、怪獣バッチコンプリートセット復刻40体、保管25体、赤字が保管ってことですね。すごいお知らせ。いろんな怪獣がいっぱいいるね。みんな全部持っていたかな？いや、全然持ってないですね。はい。で、こっちから行きましょう。アーストロン、タッコング、ザザーン、サドラ。あ、デットンが復刻なんだ。デットンなんてすごいメジャーだから絶対ね、ありそうだったのに。しかも色がすごいね、これ。こういうね、わけわからない配色の仕方とかすごい僕好きですね。で、キングザル3世、グドン、ツインテール、ゴルバゴス、みたいなね、こんな感じでいって、ゴーストロン、ナンガー、ステゴン、モグネズン、シュガロン。シュガロンはなかったんですね。黒でかっこいいですね。で、シーゴラス、シーモンス、エレドータス。テロチルス、ベムスター。ベムスター、黄緑色だ。へぇ。そして、こっち側行くと、サータンでしょ？で、マグネドン。ビーコン。ビーコンなんでこんなになんかこう真っ黒なんだろう。もうちょいなんか色々色つけてもいいのにね。まあでも、これ復刻だから当時のね、感じはこういうあれで、まあ、塗ってたんでしょうね。で、ゴキネズラ、ザニカ、バキューモン、キングストロン、クプクプ、この辺は当時なかったんだ。まあ確かにそうだね、あんまり子供的にクプクプとかあってもちょっと困っちゃうかもしれないもんね。
でザラゴス、ノコギリン。ノコギリンいいね、このなんかこう派手な感じで、グロンケン。グロンケンもなんかこうすごい凶悪な感じなイメージがあるけども、すごく可愛らしく見えるっていうか、うん。そしてバリケンもかっこいい。でヤドカリン、オクスター、プルーマで、ゼランステージはさすがにあれなのか、当時販売されなかったんですね。でキングマイマイ、ムルチ、メイツ星人もなかったんだ。でレオゴン、あ、プリズマないの意外ですね。これなんかこうバッチとかにしたらかっこよさそうなんだけど、まあでも今回ね、これで、まあ、あの新規で保管されたってことですね。でドラキュラス、ナックル星人、ブラックキング。ブラックキングすごいなんかこうなんだろう、赤いボーダーラインがすごくいいですね。バルダック星人、バルダック星人は当時あれなんだね、作られたんだね。でスノーゴン、ブラック星人、宇宙人ものがやっぱりちょっと弱かったんでしょうか当時は。でバルタン星人ジュニアのビルガモ、バラゴンで、今度はあ、こっから赤ばっかですね。ストラ星人、古代ゴン、グロテス星人、グラナダス、ケンタウルス星人、ロボネス、メシエ星雲人、レッドキラー、ちょっと字が読みづらいな、ズール星人、フェミゴン、もうずっとこの辺あれですね、保管ですね。ヤメタランス、ササヒラー、ミステラー星人、キングポックル、バット星人で、最後 Z2 代目はちゃんとね、当時販売されたという感じでございます。それでは一つずつ見ていきましょう。でここからですね、僕のしゃべくりも邪魔になると思うので、バッチのね映像と音楽でお楽しみください。ではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。いやー、バッチね、すごいピカピカ光っていて最高です。で、カラーリングもね、劇中のものとは違うんですけども、ポップなね感じで僕はすごい好きですね。まあ、今はねもう売っていないものなんですけども、こういった雰囲気ね好きな方は、もし中古屋さんとかね、そういったところで見つけたら買ってみてはいかがでしょうか。で、まあね、バッジを眺めていて、また昔のこととかいろいろ思い出したんで、まあね、ちょっと思い出話的なところまたね話していきましょうか。ちょっとまた長くなるかもしれないので、まあ話だけね、その聞いていったりとか、あとはもうね、商品以外のこと興味ない人はもうここでおしまいにしちゃっても構わないので、まあね、お暇な方はお付き合いください。そうですね、バッジを触っていてね、昔のことをね、子供時代のことを思い出したんですけども、まあくだらないものをいろいろ集めてましたね。牛乳瓶のキャップであったりとか、ジュースの瓶の王冠とかね、あとマッチ箱のケースとかも集めてましたね。マッチは触ったら怒られるんで、その使い終わったね、親がこうもういらないってなったそのケースをね集めて、いろんなこう柄があるのが楽しかったんですよね。で、そうね、牛乳瓶の蓋は絵描いて投げたりとか、あとそれこそバッチですよね。そのみんなで同じ絵を描いて、少年探偵団みたいな感じにして、胸につけてね、その探偵団ごっこしたりとか、そんなことをしていて、懐かしいね。あとその王冠はね、ファンタのその王冠の裏とかにこうなんかペリッと剥がす感じになってるね。王冠って言っても今あんまりわからないか、まあ、ビールね、の飲む人ならわかると思うんですけど、ビールのね、こうキャップの部分ですね、こうパカッと外して、でこの部分にね、こうなんかね、ビニールのね、こうシートみたいなのがついてるんですよ。でここのところに突起がついてて、こう剥がすと中にが当たりとかだったかな、なんか書いてあったりとか、あとそれこそキャラクターの絵柄とかで、スターウォーズのね、C3PO とか R2D2 とかね、こう書いてあったりとか、そんなのありましたよね。変なカンカンとかにね入れて集めてましたよ。で、怪獣バッジはですね、まあ僕はやっぱり世代としてはちょっとずれてると思うんですよね。だからすごくなんていうのかな、まあこういったバッジいろんなものあったんですけども、怪獣だからすごい懐かしいとかそういうのはなくて、本当にスーパーカーであったりとか、他のキャラクターものでね、こういった感じなバッジあって、まあ日常的にその帽子につけたりとかで、その他のこのものと間違えないようにしたりとかでね、使ったりとかっていうのはありましたね。友達でバッジを集めてるって子はあんまりいなかったような気がするな。だからやっぱりね、その僕よりも少し上の世代の方々がきっとね、このバッジにすごい思い入れがあるのかなっていう、気がします。ちょうどね、僕の世代はやっぱりそのね、ガンダムとかが出てきて、怪獣とかそういったものからロボットアニメにね、だから特撮からアニメにかこうシフトしていくみたいな、そういった時代なので、だからまあ仮面ライダー、ウルトラマンね、いろんなアイテムあったんですけども、でも、やっぱりそっちよりかはだんだんやっぱりロボット系に入っていくみたいな、そんな感じでしたね。で、当時ね、その小学生ぐらいの時は仮面ライダーとかウルトラマン、シールがね流行っていて、仮面ライダーシールがこう10枚1パックみたいな感じで入っていて、ランダムでね、でそれをこう集めていって怪人図鑑を作るみたいな、そんなことはやってました。で、なかなかね、本がね手に入んないっていうか、当たりが出ないともらえないパターンと、あと買うパターンがあって、で買うパターンの方はね、すごいしっかりしてたんですよね、本がでかくて。でシールは買ってもらえるんですけど、本までは買ってもらえないんですよ、大体の子が。で、本買ってもらった子は、すごい羨ましいみたいな感じで、なんかね、そのシールの交換庫とかね、いろいろしましたね。まあ今もね、カード、そのゲームのカードの交換庫とかあると思うんですけども、やっぱり今も昔も変わんなくてね、そのカードの交換で自分の欲しいものがね、この、なんていうの?誰かが持っていて、俺のシール3枚あげるからそれ1枚くれとかね、そういうのでこうねやっていて、だんだんそういうのがこうね、学校にもこう広がっていって、学校としてはね、やっぱりそういうなんかこうトレードとかっていうのはね、問題が生じるから
やらないでくれとかっていうのだったり、学校に持ってきちゃダメとかね、そういうのがこうワッとなったりとかね、ありましたね。まあこういったね、このバッジのコンプリートセットとかね、本当にこれこそ大人のためのアイテムだと思うんですよね。だから、まあまたね、こういうことをね、やってもらえると嬉しいですね。その、発売された時3万円弱でちょっと高くて買おうとは思わなかったんですけども、でも今ならね、これだけのクオリティのものであれば、やっぱりそれぐらいしてもおかしくないのかな、みたいな気もするし、うん、鳥獣とかね、その太郎とか、そこら辺のものとかもね、また販売してもいいんじゃないかな、みたいな気はしますね。まあ実際もしかしたらあまり売れなくてね、その次やってもみたいなのもあるかもしれないんですけども、うん、でも、こういうね、大人向けのものに対してチャレンジをするっていうのはね、今後も続けていってほしいですね。うん、まあ中古屋さんで買った僕が言うあれじゃないんですけども、はい。まあそんなわけでね、まあまたこういったね面白いアイテムとかね、買うことがありましたら紹介していきたいと思いますので、また動画の方遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。